久保さん、ちょっとね、調べたんですけど、いましたね。北原コレクションチャンネル、ありました。これね、あの、ブリキのおもちゃで何でも鑑定団に出てた人が YouTube 今やってますね。で、一番回してるので、6万回ぐらいですかね。はい。まあ結構ね、日々やってますね。なんか昨日も動画アップしてますね。なんか定期的にアップしてますね。だからその昔のね、おもちゃって、うーん、ど、どうすかね。<laughs> 興味ある人には興味あるし、興味ない人には興味ないっていうね。うん。だからまあ、価値ってわかんないですよね。いろんな価値があるし。うん。すごいですよね。ブリキのおもちゃ。うん。はい。ということで、世の中にはいろいろな価値があります。その価値をね、どうあなたが受け取るか受け取らないかは、あなた次第いってらっしゃい。